先生、暖かな春の日差しが降り注ぎ、桜の花も咲き誇るこの良き日に、私たち48期生34名は佐伯準看護学院の入学式を迎えることができ、大変嬉しく思います。私たち新入生一同は、それぞれさまざまな夢や希望を持ち、準看護師という大きな目標に向かって一歩を踏み出しました。これからの2年間、楽しいことばかりではなく、辛く大変なこともたくさんあると思います。どんなに辛いことがあっても、私たちが自ら決意して歩み出した道です。強い決意と信念を持って共に助け、励まし合ってゴールに向かって進んでいきます。そして看護に必要な知識、技術、態度を身につけ、地域社会に貢献できる準看護師になれるよう、学院で学ぶことをしっかりと学習し、実習などでも患者様とのコミュニケーション力を身につけ、学習していきます。まだ未熟な私たちです。諸先生方、先輩方のご指導よろしくお願いし、新入生一同、日々精進していくことをここに誓います。平成23年4月6日、第48期生代表、高橋彩香。一緒に頑張っていきましょう。